はい、ネズコブース、まだまだ、こっちはリビングデッドドールズが、新作がずらっと並んでおりますが、今、そう、サブリナだったりとか、そして、いました、ジャック・ニコルソン、シャイニングですね。すごい。そしてすごい発売楽しみな双子ちゃんもいたりとかして、パッケージも楽しみですね。そうだね。そうで、あとはね、こっち DC のシリーズも、発売中のハーレーからジョーカーが、新作としてラインナップをしていたりとかいう感じになっていて、他にもね、がっつり新規ジョーカーそう、ちょっと寄ってみようか。あとホラー系もこうずらーっと並んで、そう、イットなんか一応これ2に合わせたような感じになってくるみたいなんで、そう、楽しみだと思う。あとはこう新しいものがたくさん並んでおりまして、で、新しい新シリーズがね、ネズコの方は始まっていて、そう、この5ポイントっていうところで、まあ、5箇所の稼働っていうところで、サイズ的にはすごく小さいんだけど、そう、クオリティがね、すごい良くて、あ、これはなんか注目で集めやすそうだなっていうようなところ。クロシックの雰囲気もありつつ、そうそうそう、ね、アダムスファミリーとか、いいですね。そう、あとはね、この辺のハンナ・バーベラの、バードマンだったり、あとスペースゴースト、スクービードゥっていうところがあるんですけども、そう、個人的にはこの辺のウォリアーズが結構この小ささでこのクオリティっていいなと思いつつ、そう、あとはね、個人的に大好きな66年のドラマ版のバットマンもこんなラインナップで、そう、ただね、クオリティが本当にすごくいいんで、そう、これは本当に楽しみなシリーズだなっていうところなんで、正式なね、オファーをちょっと待ちながら楽しみにしたいと思っております。楽しみが増えますね。ね、いや、メズコも引き続き目が離せないところになっております。